ムハンマド・タパルは、セルジューク朝のスルターン。スルターン・マリクシャーとトゥルク系の側室の間に生まれ、アフマド・サンジャルは、同母弟にあたる。1100年からムハンマドは、国家の実権をめぐって、イボ兄弟のバルキアルクと交戦していた。ムハンマドは、バルキアルクから、マリクの称号とアルメニアとアゼルバイジャンを与えられ、取り決めに不満を抱いたムハンマドは再び反乱を、起こすが、 アルメニアへの退却を強いられる。1104年までにバルキアールクは病にかかり、また戦争に疲弊したため、ムハンマドと国家を分割することに同意した。1104年1月に兄弟の間では役が結ばれ、イラン中央部をバルキアールク、アゼルバイジャン、アルメニア、北、イラクをムハンマド、ゴルガーン、ホラサン地方をサンジャルが領有することが決められる。 1105年にバルキアールクが病死した後、ムハンマドはスルターンに即位し、イラン西部とイラクを中心とする国家の西側を、ムハンマドがコラーサン地方を中心とする東部地域をサンジャルが支配する体制が形成された。ムハンマドの治世には、アルボルズ山脈のアラムート城塞を拠点とするニザール派の暗殺教団に対する弾圧が強化された。 1106年にムハンマドはニザール派の城塞を制圧し、バーワンド町の君主シャフリアール4世にニザール派に対する軍事行動への参加を命じた。しかし、シャフリアールはムハンマドの言葉に対して立腹し、軍事作戦への参加を拒絶する。ムハンマドはサーリーを占領するために派兵するが、シャフリアールと彼のこのカリン3世が率いる軍隊に思いがけない敗北を喫した。 戦後ムハンマドはシャフリアールに王子の一人をイスファハーンのセルジューク朝の宮廷に人質として送ることを求める書状を送った。シャフリアールは息子のアリーを送り出し、アリーに好印象を抱いたムハンマドはアリーに自分の娘との結婚を提案するが、アリーは拒絶し、この栄誉をバーワンド朝の継承者であるカリン三世に与えるように願い出た。その後カリン三世は、 イスファハーンの宮廷を訪れ、ムハンマドの王女と結婚する。1106年、7年に、ワズイール・ニザー・ムルムルクの子であるアフマドイブン、ニザー・ムルムルクは、ムハンマドの宮廷に出頭し、ハマダーンのライスに対する不平を訴えた。アフマドがイスファハーンの宮廷に到着する前、ワズイールの地位についていたサダルムルク・アブルマハセン、アビーが、 異端の疑いをかけられて処刑されており、ムハンマドはアフマドを公認のワズイールに任命した。ワズイールに任命されたアフマドには、父のニザームルムルクが持っていた諸々の称号が与えられた。1107年にムハンマドはニザール派が支配するイスファハーン近郊の山城シャーティーズを陥落させ、城に立てこもっていたダイダーイー、アフマドアッターシを処刑する。同1107年に、 ムハンマド一世は、アレッポの支配者リドワーンと同盟を結んで、ハブール側で、ルームセルジュク長の君主クルチアルスラーン一世と、交戦し、クルチアルスラーン一世を廃止させた。ムハンマドはイラクで、軍事活動を展開し、アラブ人の王を称するマズヤドアサの支配者、スイドカ一世に勝利を収めた。 1109年にムハンマドはイスマー・イール派の城塞を占領するためにアフマドとチャブリー・サコベを派遣するが、彼らは決定的な成果を上げることができず、退却した。軍事作戦の失敗から間を置かず、アフマドに変えて、ハティル・アルマリク・アブー・マンスール・マエブディーが、ワズイールに任命される。歴史家のイブン・アスイールは、ワズイールの地位を知りいたアフマドは、バグダードに陰性したと述べているが、 一方で、アヌシバンイブンハーリドはアフマドは10年の間、投獄されていたと記している。1118年に、ムハンマド1世は母子、マフムード2世がスルターンの地位を継いだ。ありがとうございます。